イギリス陸軍、王立騎馬砲兵による、ケンブリッジ公夫妻の第三子誕生の祝砲の実施祝砲とは、祝意を表すため発する空砲、及び発砲。起源は不明であるが、イギリス海軍が始めたとする説が有力。過去の大砲は、砲口から砲弾を装填するため、艦砲の場合は発射後に砲を艦内に引き込まないと、砲弾の再装填が不可能であり、再装填の作業自体にも一定の時間を要した。このため外国の港へ入港する際、あえて射程範以外にて、全門とも空砲を発射してから入港することで、交戦する意思がないことをアピールする、儀式的な意味合いから発展したとされる。空砲の発射の慣習は転じて、祝意を表すことを意味するようになり、弔意を表す空砲として、弔砲の儀式でも行われるようになった。そして、海上ばかりではなく、陸上における外交儀礼の場でも用いられるようになった。最大限に、相手への祝意を表す数として21発が定められており、大抵の場合はそれを上回ることはない。近年における21発以上の発射例として、カナダ軍は2012年にエリザベス2世の女王即位60周年を記念し、60発の礼砲発射を実施している。また、翌2013年6月3日、エリザベス2世の戴冠60周年を祝うため、国防義勇軍がロンドン塔より62発の祝砲を打ち上げている。2012年、スウェーデン王室でエステル王女が誕生した際には、21発の祝砲が2回撃たれている。2019年10月22日、第126代徳仁天皇陛下の即位礼正殿の儀において、安倍晋三内閣総理大臣の万歳三唱に合わせて21発の祝砲が撃たれた。AK-47 20世紀以降になると、中央アジア、西アジアの諸国で祝賀行事の際に、AK-47 などを空に向けて発砲する行為が見られるようになった。しかし、本来の儀式的な意味合いがないこと、実弾を用いていることから祝砲として定義するべきかは議論の余地があるが21世紀のイスラム世界では定着している。実弾による祝砲は流れ弾になって落下するため、事故も多く、2018年のインドの例では、結婚式の祝砲が実弾で、花婿に当たり死亡している。アメリカでも、祝いの場で上空に向かって、実弾を発射する行為が見られるようになっており、2019年には、新年を祝う大晦日での祝砲と見られる、発砲により、61歳の女性が流れ弾に当たり、死亡する事件が起こっている。イギリスでは、毎年4月21日のエリザベス女王誕生日に、祝砲を打つことが恒例となっており、少なくとも即位後68年間続けられてきたが、2020年は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、女王自ら自粛を求めるよう指示した。スペシャルガンサルートオナーズクイーン、カナダ軍ニュースリリース2012年5月12日、ロンドン島で祝砲、女王戴冠60周年。AFP、2018年5月4日閲覧。スウェーデンのビクトリア王女が女児出産、首都で祝砲。AFP、2018年5月4日閲覧。トリポリ市民が祝砲禁止呼びかけ、死者発生に不安広がる。ロイター、https、jp、ロイター.com、アーティクル。エジプトジャポン -23 兆4421億2011万1002 2019年1月5日閲覧。結婚式の祝砲にあたり花婿死亡。AFP、2018年5月4日閲覧。制止呼びかけていた、新年の祝砲、保安官に流れ弾当たる米。CNN、https://www.cnn.co.jp/usa/35147575.html2019 年1月5日閲覧 A 女王、祝砲自粛の意向誕生日で、在位68年20日。産経新聞。2020年4月18日閲覧。ありがとうございます。